こ向かうんですか今から。場所は秘密なんですけど。あ？なんか山の中になってきたんですけど。え、どこ行ってるんですか。これまだ秘密です。今回なんて設定してないんで。やばくない？めっちゃ怖いんですけど。花さん着きました。本当に今日私の呪縛を解いてくれるんですか。その呪縛なんですけど、視聴者さん何も分かってないと思うんで。私のにじみ出るオーラから分かるから、いちいち言わなくてもいいのかなと思ったんですけど、東京のお金持ちエリア、その23区の真ん中半分下のエリア、山手育ちなんで、お金持ちだからシティガールの呪縛があるわけですよ。シティボーイでしたけどね。自然と戯れてこなかった人生だったのに。高知高校出身なのに。うるさいうるさい。シティガールの呪縛から私解き放たれてなかったんで、そろそろ呪縛を解きたい。松本さんに言ったじゃないですか。あったの、シティガールの呪縛を今日解いてくださいって。全てお任せしますって、はい。本当に呪縛解いてくれるんですか。日本海とか行けばいいんじゃないですか。なんでだよ。どんぐらい用意してくれてますか、呪縛解いてくれるプラン。4つ5つぐらいは。マジですか。はい。いやもうどこでにやけてるんですか。じゃあ東京駅から出ていくんですか。まず新幹線です。新幹線乗り慣れてるから別にテンション上がんないんだけど。いや上がります上がります、いつも上がってるんで。じゃあ新幹線乗るか。楽しみ。あと何分。時計ないですけど何見たんですか今。どこに向かうかだけ教えてください。新幹線で北陸新幹線で。北陸に行くんですか今から。はい行きます。北陸私行ったことない。新潟はあの北陸だと思ってないんです。あ、指がすごい。東北地方なんで。東北じゃないですけどね、新潟の一番上の村上市は、東北地方の福島県よりも高いところにあるし、仙台よりも高いところにありますからね。さらに東北地方じゃなくて、高いわね。お母さんから借りた見栄っ張りバッグまた持ってきたんですか。マイマイハイブランドのなんかルイ・ヴィトンっていう。言い方おかしいな。乗客国民以外が乗るような電車にはあのルイ・ヴィトン似合わないけど、新幹線みたいな乗客国民専用列車は専用列車じゃない、経費で乗るんですけどね。新幹線もう似合いだから、シンプルとかあのユニクロみたいなカバンとかは似合いませんから。いやその服自由ですけどね。ねえもういいから本当に。自由と見栄っ張りバッグのセットの方にと人を参加でお会いしてます。いいもうそこいじらなくていいんで。まあ私みたいな人間のグリーン車ですからね。自由席ですけどね。カットしてグリーン車乗ったことにしたい。ここ全部使っていいですか。じゃあねダメだって言ってんじゃん。ねもういいこういうのいらない。グリーン車久しぶりに乗る。いやグリーン車じゃないです、自由席です。どうしたほっとしろ。指がすごい、月しかやらなくていいんで。新幹線慣れてるけどたまにはいいよね。仙台新幹線すごい、全然慣れてない。興奮してる、興奮してる。320キロでもしたね。もう興奮してる。めっちゃかっこいい、あれ。私に振ってんのかな。いや、違います、違います。勘違いです。誰に手振ってるんですか。誰も加納さんのこと見てないんですよ。照れてる。違います、誰も見てないだけです。北陸新幹線。ちょっと、私の動画より生産性低いんだから。加納さんの動画の方が生産性ない。で、Cの指が遠い。北陸新幹線ってなんで車がやるんですか。どこ行くんですか。今日はもう日本海の方に行っちゃいますよ。日本海の方に行っちゃう。何熊谷だよ。熊谷からまた別の乗り物に乗ります。北陸ごときじゃシティガールの呪縛は解けない。北陸バカにしていいんですか。この前あの北陸の NHK 出てたじゃないですか。北陸最高。絶対思ってない。鍵の付けの看板もう東北地方じゃないここも。いやまだ違います。この赤羽から川口に渡るんですけど、国境越えですからね。国境じゃないです。東北さっきだから県境越え。国境越え。県境越え。治療宅なんで国境越えちょっとあって解説します。何すかそれ。あ、指がすごい。どんどん速くなってる。どんどん速くなってる、どんどん速くなってる。もう指がすごい。指、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 指。絶対、日本海行かないでしょ。いや、行きます、行きます。もう浄化じゃない。逆浄化。もうどっちがどっちかわからない。いや、こっちが浄化。どこ向かうんですか今から。場所は秘密なんですけど。あ？今日、もともとなんでセーラー服なんですか。セーラー服
族に関しては加納さんのチョイスじゃないですか。服貸してくださいって言ったらなぜかこれが出てきました。めちゃおしゃれ。本当ですか。綺麗な服なんか、まあ、大人になったら着ないですからね。じゃあ私の予想、日本海の海を見に行く。それもわかんないです。加納さんあそこです。何よ日本海じゃん。全然違う。道の駅って何ですか。これ何するんですか。雪熊っていうかき氷があるんですけど。雪熊、はい、この辺のグルメなんですけど。もう雷やばいやばいやばい。好きじゃないですかかき氷。パチッ。あーもううるさいうるさいうるさい。パチじゃないですよ多分あれ。どんな戦闘の構えなんですかそれ。指の癖がすごいだけ。雪熊ミルキーローズ一つで。ミルキーローズ、はい。あ、違う、あ、違う。松尾さんなんでセーラー服着てるんですか。ちょっとやめてください。誰が着させたんですか。加納さんのチョイスですからね。じゃじゃ、え、だっておしゃれじゃん。めっちゃバカにしてますよね。めっちゃおしゃれ。え、すごい。これどうやって食べるの。これアイスもあるんですね。まずこれだけテイスティングを。はい、喜ぶ。どうですか。なんだこれは。何も感想がない。え、うまい。浄化レベルはちょっとですね。おー、やば、手作りだ。いただきます。はい、どんな味か、いきますよ。いちごミルクみたい。いや、なんか氷の乾燥とかないんですか。これかき氷なんで口に入れたら水になる。どのかき氷でもそうですけど、なんか食感とかあるじゃないですか。お母さん、かき氷機でやったような、そんな感じ。雑。これが一番うまい。このアイス、いや、もうかき氷じゃないじゃないですか。すいません、このアイスクリームって何の味ですか。バラですね。食用のバラを使って作ってるジェラート。あ、なんか栗っぽかった味が。栗ではなさそうですけどね。あれって美味しい。めっちゃ皆さん、なんか私味覚障害とか言ってますけども、皆さんよりは美味しいものを食べてますから、ね、普段皆さんが例えばその焼肉ラーメン行ったとしたら、私は小指で叙々苑とか行ってるんで、そういう人たちと私を比較するのがまずお門違いっていうことは自覚してください。そもそもそんな人があの任天堂スイッチとか売らないんで。ねえ、ね、言わないね。ここにあったアップルウォッチが確か1万2000円とかで売ってましたよね。ヴィトンのエリアが確か2、3000円でしたよね。ちょっと食べてみます。めっちゃ美味しいですね。氷がまず美味しいですね。わかんない、臭い、何言ってんねん。お酒とかでも氷によって全然違いますからね。透明氷とかでも全然違います。あー、うるさい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 。そういう食レポを求めてない。私の上行くな。浄化プロジェクト第2なんて塔が見えてきました。大荒れですけどね。あ、鳥川です。あ、塔に来ましたよ。うーが緑が緑、鉄橋いいな、あれ綺麗。塔に入りたいって言ってたじゃないですか。入れるとこの天気がやばいぞこれ。この状況で入りますか。うん、入らないね。でもバスタオル洗ってないんで、ね、もう言わないで、これ秘密にしてって言ったじゃん。汚いバスタオルで拭いた体が浄化されますよ。もうすごいんですけど、なんか浄化大作戦雑じゃない。ちょっとびっくりしたんですけど、めちゃくちゃ大荒れのトンネルを見させられるっていう。しかも車の中から。そんなはずじゃなかったんですよ。急に天気がですね変わりまして。山の天気ってこんな変わりやすいんですか。そうですね、私その山ってあの経験がないんで。経験あります。ないね、ない。高知県出身。いや、出身じゃない、勝手に中心地変えるやばいとこれ泥水になってますけど。ここで泳いだら一気に浄化ですけど。ふざけんな、別の浄化だわこれ。浄化されてない全然。そう、これ浄化マイナス2。さっきプラス 1.5 だったのが今マイナス 0.5。 本当は利根川なので一番ダムが多い理由じゃないですか。なんで知ってんですか。調べたんです。ちょっとこの中でも利根大滝っていうダムがすごいらしいんで、そこに連れて行こうかなと思ったんですよ。でもまさかのこの雨で連れて行けなくて、ちょっと加納さんなんかあったら不安なんで今日はやめときます。だからプロジェクト第3弾のところに向かってます今。今何のプロジェクト。もうなんかプロジェクト勝手に始まっちゃってますけど、ちょっと待って、なんか今群馬県入ったんだけど、群馬県県境越え。ちょっと待て、なんか山の中になってきたんですけど。山近くない。なんかえ、どこ行ってんですか。これまだ秘密です。あー、今回ナビ設定してないんで。やばくない。めっちゃ怖いんですけど。私そう最近ね、あの頑張ったんですよ、ホワイトニング。歯白くない。ベージュですけどね。加納さん、起きてください。着きました。あ、何ここ。何ですかここ。
全然日本語じゃないじゃん。古川さんです。なんすかこの店。酒どこ麺どこ。うどんみたいな。うどん。ネタだからわかんないですけど、今どこなんですかここは。群馬県の桐生っていうところですね。桐生。はい。これ食べたら日本海行くんですか。はい、行けます。オリンピックに日本海行くんだろうね。行きます行きます。それを生きがいに期待して生きてますからね。麺の種類が選べるんですね。そうですよね。当然ね、おうどんはそばひもかわになっておりまして、じゃあひもかわしたら冷たい方がおすすめ。冷たいひもかわ、天ぷら付きもおすすめですけども。じゃあそれでよろしいですか。はい、はい、うん、水うまいかもしれない。え、本当ですか。どんな感じですか。冷たくてうまい。それ氷入れたら全部一緒です。全然違う。え、まず飲んでみてください。はい、普通です。普通の水でした。ちょっとテンション上がってる。なんでかっていうとね、お店の雰囲気がめっちゃいいのよ、この上の。あ、上の。はいはいはい。あと私が好きな桐生第一高校の近くだから。もうそれがなかったらもう浄化されてない。浄化レベル3までいった。じゃあ 3.5 ぐらい増えたってことですね。そう、3.5 ぐらい増えた。わー、すごい。すごい。え、すごいすごいすごい。え、これトイレットペーパーじゃない。トイレットペーパーではないです。あ、天ぷらもめっちゃ豪華です。いや、これめっちゃうまそう。ブラックコーヒーです。全然面白くない。伝説のひもかうどんいただきます。よくこれ、何これ。すごいですね、かじる感じで。めっちゃうまい。本当ですか。うん、うま。どんな感じですか。かまぼこみたい。めっちゃうまい。はい、食レポとしては0点です。うどんとかだと麺の面積が狭いからタレがへばりつく。いや、言葉のチョイスが量がね、あの少ないんですよ。でもこれだとすごい大きいからこびりつくんですよ。これこびりつく。全然美味しそうな感じじゃないんですけど、うん、感想が美味しそうじゃないんですよね。うん、すごい美味しそうですね。うん、最高です。これ本当にアナウンサーでした。うん、それ企画は1回目のロケでクビになりました。もはや食レポでも何でもない。お、好きなんですよ、蕎麦屋がね。セーラー服着た人お願いします。薬味も入れます、私は。大人ぶりやがって。おお、給料感変わりますね。うん、どうですか。はい、コメント。麺がもちもちしてますね。新感覚ですね。食レポはまあ、まだまだ浄化されました。 4.56。 どっちなんですか。次の場所に行きます。アオカナン釣れますって。それなりに高いんだけどね。ギャラギャラいくらなんですか。普通は2000円ぐらい。もうただみたいなもんです。もう寝る。この角度鼻毛見えますけど大丈夫ですか。見えない。生えてないんですよ。そもそも概念がない。毛とかそういう概念ないです。毛生えてないんで私何にも。え、本当ですか。じゃあ釣るっぱげなんですか。じゃあ今どうです。玉金やあの頭です。もう今からちょっと言いましょう、カツラを。ね、サナさん着きました。ね、行きますよ。行きました。さあ今からバーベキューします。ヒロちゃんじゃん。なんでヒロちゃんいんの。どういうことですかこれ。ヒロちゃんです。あ、どうも。どういうことですか。バーベキューしたいって言ってたじゃないですか。はい、言ってました。いろいろ探してたところですね、ヒロちゃんさんがバーベキューしたいなっていうツイートをしてたんですね。DM 送らせてもらって、じゃあ来ますかって言ってくださって。あ、そういうこと。ちょっと待って、日本海行くなんて。日本海はここ日本ですっていう。ここ日本海。日本海と日本海違うからな。食べていいんですか。あ、どうぞどうぞ。来る予定で用意してたんで。どうぞどうぞ。でもむしろあの登録者に約50万人のチャンネルに2万人のチャンネル、車系ユーチューバーのヒロちゃんが出るってことは、むしろ逆に私はギャラをもらわなきゃ。いや、もういい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 。用意してもらってるんですからね。軽蔑するような目で見られた。心が苦しい。車系ユーチューバーのヒロちゃんです。私のあのお友達です。群馬県で活動してるヒロちゃんです。よろしくお願いします。カモンちゃんにね、椅子用意してたんです。切り株キャンプっぽいですね。エッチな椅子とかそういうんじゃなくて。考えることが卑猥なんですよ、いつも。こんな潰れてるんだけど、空気入れると切り株よりも切り株らしくなる。付属のポンプがあって、もうホラーなんですけどね。あ、でも思ったよりやっぱパチモンっぽいですね。ちょっとうるさいうるさい。座り心地を、はい、あ、でもいいですね。幼稚園で喜びそう。でもちょうどいいんじゃないですか、キッズなんで。
前勤めてた会社で作ってる切り株なんです。やば、へえ。おっと、宣伝を入れてきた。メレームっていうブランドで、え、これ可愛いですね。てかこれ普通に室内に置いても可愛いですね。そうですね。ガチな話で座り心地どうですか。ガチな話ですか。はい、あ、普通。ガチなトーンで普通とか言ったらあかんやつですからね、それ。たまちゃん、ぜひこれにちょっと座ってもらいたいんです。あ、はい、ぜひ。いいですか。はい、いいですよ。これは何ですか。切り株です。あ、これは切り株なんですね。わざとらしい。ヒロちゃんのチャンネル撮影中だから。そのチャンネルではふざけたわ。最低。誰に需要があるのかわからないグッズの紹介でした。最低。これはやばいぞ。やだい、モザイクモザイクダメ。何卑猥なこと考えてるんですか。あ、ダメ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 。あ、それ卑猥なこと考えてますよね、絶対。A4 ランク。A4 ランク、いいですね。美味しい、すごい。何も出てこなかった。いただいてもいいですか。じゃあ1枚だけいただきます。わ、これが A5 ランクの松阪牛ですね。4ですけどね。一緒に A5 ランクってことしてるけど、見え張りたいんで。いや、もう全部使います、これ。ダメダメ。うん、サムギョプサルみたい。全然豚じゃないんですよ。これ牛です。もうじゃあタンをいただいてやるか。いただいてやるかじゃないんです。すいません、いただきます。私タレで食べる派なんで。やばい、美味しそうですね。レモンか。美味しい。タン塩タレで食べないんですか。え、レモンじゃない。タレですよね。レモンです。タン塩はレモン。あ、レモン。あ、あ、うん。乾杯、乾杯、乾杯。めっちゃ飲んだ。飲めた。うん、うまい。おいしい。ギャップありますね、私から見ると。どういうことですか。飲まなさそうな。シャンパンとか飲んでそうな。シャンパン開けてもらってるけど、ジンジャーエールに変えてるじゃないですか、いつも。だからジンジャーエールですよ、いつも飲んでるの。カメラ撮るつもりなく普通にヒロちゃんが作ったこの手作りの塩焼きそば死ぬほど美味しくて、急遽第2回で、はい、テイク2でめっちゃうまいっす。マジうまい。これはやばい。1回目のさっきの素のリアクションが多分本当なんですよ。さあ1回目みたいなリアクションができるのか。本当美味しい。さっきより全然薄かったですけどね。もう塩の味がする。そのまんまじゃない。ラストのプロジェクト消化レベル、さっきの塩焼きそばで7になった。じゃああと3じゃないですか。もう最後のプロジェクト5で決めたいと思います。花火です。知ってました。じゃあ何で言うんですか。あったんだもん。もう花火をやりたいなと、はい、思います。花火、はい、やったことないんですよね。中目黒の人はやらないよ。でも高知高校の時やってたんじゃないですか。やってました。じゃあやりましょう。はい、ダブル花火だ。どっちが先に着くか。さすがめっちゃ綺麗。それ自分の見てくださいよ。何してるんですか。それ自分のついてますから。ピンク色になってる。自分の見てください。早く。先端の方がなんか紫っていうか、あ、色変わってる。すげえ。もう何やってんすか。自分のやつ見てくださいよ。早く。消えちゃいました。意外でも結構長い。いや、自分のも消えてますから。ちょっと何やってるんですかこれ。せっかく準備してもらってるの。え、なんか私もやってみたいです、花火。いや、もう今やってたんですよ。文字書きやってみる。ハートをちょっと作ってみてください。え、これってヒロちゃんが作ったんですか、自分で。いや、もう今やってるんで、こっち。ハートを作ってますから、今頑張って。そんなにハートに見えないんですけど。これってすごいすごい。ヒロちゃんが作ったんですか、これ。いや、それどうでもいいです。もうちょっと興味持ってください。このライトどうでもいいんで、今。え、これすごそう。ピカ玉ファイヤー。それやったらいいんじゃないですか。ね、そしたらじゃあ、転換をお願いします。でも松本さん、さっきアイス買ってきたの、これ配っちゃっていいですか。あ、はい。アイス食べるとか、2種のチョコレートバー。いや、今火つきましたよ、早く。今火つきましたから。今火ついたんで見てください、早く。アイス食べてきた。いや、アイスとかいいんで、今煙もっくもっく出ますから。今噴射されてますから。え、これめっちゃ美味しそう。今回ですね、企画の趣旨ちょっと説明してなかったと思うんですけど、シティガールからの呪縛からこう解き放たれたいっていうことでジョーカー旅をやったんですよ。東京23区の半分から下の山手っていうお金持ちエリア。あ、もういいもういいもういい。シティガールなので、マニアはこういう大自然を見ることで人間的生活を送るっていう、そういう有意義な時間も私的には必要なのかなと思って。下半身がすごい。じゃあ、じゃあ、かがいる、うるさいうるさいうるさい。耳と下半身がすごい。今回はジョーカー成功しました。本当はなんか日本海に連れてってくれてきたんですよ。日本海のお寿司でもなんか食べるのかなと思ったんですけども、ここ日本ですよって言って、ツッコミで日本海って
絶対伝わらないわ、はい、絶対伝わらないボケはするんじゃない最終的には浄化大作戦が7から10に大成功ということで、あなた何言ってるか分かんないんですけどね、浄化してくれたひろちゃんのチャンネルを画面の下にあります。今回の動画少しでも楽しいって思ってくださった方はチャンネル登録と高評価お願いしますもうサブチャー並みのテンションなんですけどね、各 SNS のフォローもお願いしますもう最近投げやりが多い、人生投げやり、また次の動画でお願いします。